はい、どうも、キョペちゃんです。で、妖怪ウォッチ真打ちやっていきましょうということで、今回なんですけども、前回のすべて奪うねに引き続き、今回はカブキロイドに対して身代わり人形バグをやっていきたいなと思います。ということでね、前回動画でも話したと思うんですけど、俺本家しか持ってなくて、真打ち持ってなかったんですよ。だけど、カブキロイドに身代わり人形を投げたいがために買ってきました、中古のやつ。なので、もし万が一しょうもないオチになったとしても、努力だけは認めてください。はい、ということで、ここね、完全に初見です。待って、今宝箱あった。オープン。さよなら天使ちゃん、あったね。妖怪の性格変えるやつだね。どうすればいいんだこれ 全然本当に分かんないんだよね。どうすればいいの、これ。話しかける、ショップ社内販売だって。買う。ちょっと待って、お金ないじゃん、全然 お金全然ない。奥行けばいいのかな。あ、なんか続いてる。どうしたらいいんだこれ。オープン。え、ない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  何今の。全然わかんないんだけど、もう一回話しかける。本日は当車両をご利用いただきありがとうございます。だって、ゲラゲランド駅行きましょう。あ、オッケー、これでいいんじゃん、これでいいんじゃん。ちょっと待って、どこ行けばいいかね、全然わかんないんだけど どこにいるの、カブキロイド。ここにいるっていうのは知ったんだけど、どこにいるか全然わかんない。てか、どこに行けばいいんだこれ。こっち入ってみます。お、ちょっと待って待って、歌舞伎座だって。ここっぽい来たんじゃない、これ。ちょっと待って、地味、戦いたくない。オッケー、待って、どこだ。あ、いたいたじゃん。話しかけよう。舞台に出る準備はできたか、突然。あ、そうか、中古だった。まあ、ちょっとくらいなら主役やってみてもいいかな。やはり興味があるんだろう。素直に喜べばいいものの、よし、出番はもうすぐだぞ。リハーサルなしのぶっつけ本番だ。始まった。歌舞伎ロイドさん入ります。おめえら、競りを上げろ。競りってなんだ。あ、そういうことね。なんか土台みたいな、土台のことを競りっていうのか。重すぎるよ。拙者には無理でござる。ぐぬー。遅れてすまん、もち。なんだその語尾は 遅いぞ、おめえら。その分しっかり働いてもらうからな。来たか、これ。力持ち、本領発揮するのか。よし、全員揃ったところで気合入れて回せい。さあ、競りを回してんのか、これ。競りが上がってるっていうのかな。やっぱりよくわかんないわ、これ とにかくカブキロイドが上がっていった。来たんじゃない。お、カブキロイド登場。懐かしいとか言えないかね、俺本当に初見だから。一つ、人世にお邪魔します。二つ、プラチナ取り付き三昧。やだね。三つ、醜い浮世の鬼とも仲良しこよしの悪の味方。絶景かな。人呼んで、歌舞伎ロイドなり。じゃじゃん、みたいな。かっこいいね、カブキロイド。めっちゃ盛り上がってるぞ、超人気じゃん。ジバニャンがいた、あそこに。どうなんの、この後。お、これはまさかケータが出てくれた。なんだケータが出てきたって ケータが出てきたぞ。出番ですよ、カイ君。ほら、何か喋ってください。カイっていう主人公だった、そういえば。あ、愛とガッツと根性で世界にはびこる悪を打つ。これはガッツのポーズだね。ガッツ、いいね、俺のアイコンのポーズ。無敵王者ガッツ仮面、世界は友達、全部守るぜ 盛り上がってんのかこれ。お、受けた。よよ、ここであったが100年目、我が一撃を受けてみよう。そんな昔から。
やっていくぞ。身代わりバグだ。妖怪ウォッチ3に比べると妖怪ウォッチ2身代わりバグね、難しいんだよね。成功率が低い。まあいい、とりあえずやっていきましょう。いった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 、みんなで逃げ出した。さあこっからだよね、こっから。頼む頼む、いいお家来てくれ。え、うっそ、マジか。あやとり様パターンのやつ、これ永遠ループのやつか。あやとり様パターン、一つ人世にお邪魔します。二つ不埒な取り付き三昧、三つ醜い浮世の鬼とも仲良し小良しの悪の味方。マジか、ループじゃんこれ。戦うしかないのかな。もう一回ぐらい身代わり投げてみようかな。どうだ、2回目、身代わり人形。さあ逃げ出す。またかな。あー、やっぱりループだこれ。もう戦うしかないやつだわ。やってみるか。てかマジ絶対勝てないよな。だってパーティーもなんかちょっとわけわかんないパーティーだったもん。レベルも上がってなかったし。とりあえず必殺打ち込んでみるか。何この傘たち、どうしたらいいのこれ。必殺で倒せる。カツオ節切り当たんのかな。傘当たってねえじゃん。てか全然ダメージ入ってねえし。やばい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 。超強くないこれ。待ってましたって、めっちゃ強いじゃんカブキロイド。やっぱカツオ節切り。ちょっと待って、これ装備とかも確認してないからな。全然ダメだわ、絶対勝てないこれ。マジ無理無理無理。せめてクローニの必殺いけ、悪夢の金棒。どうだ、よいしょ、おいー、ダメじゃんこれ。あ、出した。無理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 。いや無理だなこれは。挑発コンぐらいちょっと欲しかったかな。まさか負けてしまうとは、妖怪羊としてとても残念であります。10回目の敗北だって。いや無理だろこのパーティーじゃ。どう考えてもパーティー変えないと勝てないわ。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。まさかのあやとり様パターンでしたね。はい、ということで、もしこの見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価をしててね。それではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。